2020年8月25日今日はね、朝の2時に起きてね、埼玉県の長瀞というとこ来ました。秩父の長瀞、それでね、長瀞でもね、奥長瀞とかって言ってだいぶ奥まで入ってきて、それで歩いてきたらね、ここすごいなんかね、いい滝があったよ。ここは、秩父のね、華厳の滝って書いてあった。水がすごいね、透き通ってていいよ、ほらね、すごい透き通ってる。水がね、透き通ってる。今ずっと向こうから入ってきたんだけど、今度はね、逆に出ていこうかなと思う。ちょっとね、歩いていこうかな。これがね、人がね、一人入るぐらい。あそこもなんかちょっとね、落ち込んでていいとこだね。なんか釣りする人はね、最高じゃないかなっていう感じ。すごい久々なんかね、いいとこ来た。犬さん、ほら、この間からね、栃木県の思い川っていうとこ行ったんだけど、なかなかこういうとこに降りれなくてね。今日はね、ぜひやっぱ渓谷じゃないけど渓流とかね、この河原に降りたくてこっちに来た。そしたらやっぱりね、すごいいいとこ、ほら、なんかいいでしょ。すごいよね。すごいいいとこ、めちゃんこいいとこ。めちゃんこいいよ。なんか、うわ、見えるかな、下ね。ずっとこうね、あそこの名瀑からこうやって歩いてきた。今これね、一回あそこまで入って逆に戻ってる。で、道がね、これね、人が一人ぐらいしか入らないぐらい。危ない、狭くて。はい、さっき配信を終えてね、配信してる時も脇道しちゃったら危ないからね、ちょっと画面もね、見切れなかったんだけど、ああやってね、あそこは滝ね、ずーっと来て、ここは多分ね、あのね、熊とかさ、蛇とか普通に出てくると思うよ。そのぐらい山奥、なんかそんな感じ。釣りする人は最高じゃないの。その代わりちょっとね、気をつけないとね、帰ってこれなくなっちゃうから、今ちょっと下の方降りてみようか。ちょうどなんかね、遊歩道っていうかさ、道ができてんだよね、ちょうどね、こうやってね、ご丁寧に。だからやっぱあの滝が、秩父の華厳の滝っていうぐらいだからいいんだよね、有名なんだろうね。で、適当にやっぱり杉もあるしね、すごいいいよね、やっぱすごいいいよ。なんかすごいいい感じだよね。ほら、ちょうどね、ここからこういうふうに行って、ここに腰掛けてね、見るとちょうどいいんだろうね、こうやって。ちょうど腰掛けが今あった。腰掛けがあったよ、ほらね、腰掛けがあった。ちょうど見えるかな、そこはね。こうなって、こうなってね、さっき降りていったけどね、長瀞でもね、奥田長瀞っつって、さらにね、車で20キロぐらいね、山の方に上がったところ。で、さっきあの上の方の滝に上がって配信終わったばっかりで、あのね、滝はね、ちょっと一回戻ろうか。ここに見えるでしょ、滝が。
これは秩父の華厳の滝っていうんだってね。でもすごい良かったよ。うん、ちょっとね足元悪いから危ないんだけど、もうちょっと下まで下がってみようか。すごい水がねめちゃめちゃ綺麗、水がねめちゃめちゃ綺麗。うん、久々いいとこ来たね。うん、あのマイナスイオンがね最高にある。うん、マイナスイオン最高だよここ。ほらだってもう山には囲われて、川はねすごい、もう誰もいなくて水きれいだし、ちょっと上に上がると滝はあるしね。なんかヤマメどころじゃないね、なんかあの伊藤っていう、なんだ川の王様だっけ、幻の魚っていうやつ、うん、それがいる感じよ。うん、すごいよね、いい感じ。うん、こんな感じ。久々またいいとこ来たよ。ちょっと前はねあの大洗のねアクアワールドっつってね水族館、そこも良かったけどね、ここは今度は自然だからね、自然でまた最高なところ。うん、いいね、いいわ、のんびりできていいね。ちょっと戻ろうかな。じゃあちょっとね滑りそうだからね、うん、気をつけないといけない。ここちょうどね腰掛けがねあるんだ。ほら杉もねちょうどいい具合に入ってて、見える？さっきの滝ね、うん、ちょっと戻っていこうか。うん、すごい山肌であって、うん、うわ綺麗だな水が。ほら水がすっごい綺麗。うん、最高にいいな、水が澄んでるよね、水が綺麗すぎる。うわちょっと絵になるね、忍者とかがいそうだよ本当。なんか石碑みたいのあるし、うん、人がいなくてね、うん、多分クマさんとかいるんじゃないかなって感じ。クマさんとかヘビさんとかね、うん、ほらいい感じでしょね。ほら岩肌があって、岩もゴツゴツしてすごいよね。うん、ほら巨大な岩がある。あそうだ、これ岩のちょっと頭行ってみようか、行けるかな。さっき行ったんだ、そう行った行った行った、よいしょ。ほらこの間はさ筑波山のさやっぱり頂上こんな感じだったんだよね、下は真っ逆さま落ちたら。今日は渓谷の岩に、大岩に乗ってる感じ。うん、そう、秩父のね長瀞、うん、今日はね埼玉県秩父長瀞に来ました。で先ほどねちょっとこの上にね滝があって、そこで配信したんだけど、うん、そこは秩父のね華厳の滝っていうとこだった。うん、そこからね今度逆にもう戻ってきた感じ。うん、逆に戻ってきてる、ぐばーっとね歩いてね。うん、すごい木々がねすごい、緑もいっぱい囲まれていいとこ、川もねすごい綺麗、水もすごい透明。うわ久々いいね、いいわ。いいとこ来たわ。うん、なかなかねあのこの間もねあの栃木県の思い川行ったでしょ。でなかなかあの河原っていう河原が見つかんなくてさ、あと人工のなんつうのコンクリートの壁、うん、多分あそこ氾濫しちゃうんで多分そうやってコンクリートで固めたんだけど、うん、犬さんどっちかってこういうのを求めてたんだよね。うん、やっと来れた。
渓流みたいのがいいね、やっぱね。あと自然な河原、この下にちょっと河原があるんで、まあちょっとそこまた行ってみようかなと思うけどね。うん、ちょっと降りれたら降りようかな。うん、すごいなんかいいな、緑がいいよね、自然が。それでこの杉もね、なんかねいい感じで立ってるよね。ね、杉もいい感じで、なんかいい感じだな。なんとも同じことしか言えないんだけど、うん、マイナスイオンでのんびり、うん、リフレッシュするにはいいね。うん、犬さんちょっとしょっちゅうリフレッシュしすぎかもしれない。うん、うん、ただいいよ、ほんと大事よ、そういうのはね。うん、ここだね、ここに今来たよ。あの秩父のね、華厳の滝って書いてある、ほらこれね、ずっと上にも続いてて、あの滝でね、今ねちょうど配信終わったところ。あー、すごい、全国10位に選ばれました、秩父華厳の滝だって。すごいじゃないこれ、10位に入ってるよ。ほら、黒熊の滝っていうのが青森県、うん、味ヶ沢って、うん、岩手県矢巾、おー、これがあれなんだ、全国17位、覚えとこう、近く行った時には行こう。すごい、10位に入ってるこの滝なんだね。うん、やっぱり良かったんだね。いい、良かったよ、良かった。うん、ちょっとこれ参考にして今度また行こうかなね。また行きますよ。ちょっとこれバックで引いていこうか、ずっとね。あ、よかったよかった、いいとこでした。ほら、なんかいいよねここはね。ほら、なんとなく情緒があるでしょ。しかも、うん、まあ、犬さんね、京都が好きだけどね、うん、その波にいいね。ここだ、ここ、これで秩父の華厳の滝でした。 OK、 今日はね、あの埼玉県の秩父の長瀞というとこ来ました。うん、でね、1回目の配信が、あの奥長瀞っつってね、こっからさらにあの山の方に15キロぐらい走って行ったところで、あのいいね、あの渓谷というか、あの滝とかね全部撮りまして、それであの1回終わりましてね、アーカイブとかね、あとマイビデオ撮りました。で今2回目はちょうどね終わったんだけどね、やっぱりね、この日中になったらいきなり日が上がって暑くなって熱落ちしちゃったのよ。でね、やっぱね、まあ、あの熱落ちしちゃったんで、配信にならなくなっちゃったんだけど、まあ、とりあえずあの車で冷やしながらねやったりしてね送りました。うん、それで一通り終わったのでね、一応この河原もね、犬さんね、ちょっと前にね、あの栃木県のね思い川っていうところでね、こういった河原に降りたかったのだけどね、あの思い川ではね探せなかったんですよ。うん、こういう河原らしい河原にね降りれなくてね、なのでね、今日はね長瀞に来てね、良かったです。うん、水すごい綺麗ね。うん、見えるかな、わかるかな、ただ魚はいないね、なんか小魚かなんか普通いるんだけどね。うん、綺麗だよ、水は、すごく水は綺麗。